さあでは両チーム注目選手を見ていきますけれども、今日はガードの2人に注目をしました、千葉が富樫、そして琉球は並里を挙げてもらいました。はい、そうですね、この日本を代表する両ポイントガードのマッチアップですよね、はい、まず映ってます富樫選手ですけれども、川村さん、今日お正月ゲームということで、日本はやっぱりそのおせちお雑煮を楽しむ文化ありますけど、この正月カードはぜひ富樫勇樹もご賞味あれっていうところですかね今日ですからこの2人がどういう風になるかというところをね、我々は楽しめると思いますか、そうですね、そこにその、琉球の、エンターテイナー、ファンタジスタと呼ばれる、並里成人がこの富樫勇樹に対してどういう正月のゲームを見せてくれるのか、今日はおそらく沖縄でもたくさんのブースターさんがご覧になっていると思いますので、非常に楽しみなマッチアップですよね。作りながら今村啓太、ここでデバンス早く動かした、並里と入って中使っていく、エバンスの上からようやく点が入りました。7対2です。これは決めなくてはいけません。イージーバスケット外れました。富樫が来た、ようやく足に当たる、なんとか大丈夫。富樫ハイピックから、さて富樫一つコートだけ、バウンドパス、エドワーズ、バスケットカウント。この後ですね、富樫勇樹のバウンドパスからのファウルもらってバスケットカウント。ワンポゼッション差26-23になりました。クーリー選手いない時間でのこのスリーは大きいです。はい、出していったダンカン、そして笛が鳴りました、バスケットカウント。この後ですね、富樫選手のスペースを寄せてからの、当たってたんですかね、これが。クーリーこれが6点目になっています。デザインされてましたね、はい、中入っていった、富樫だ、もらった、バスケットカウントになった。スリー嫌われますが、ボール腹で、マイボールでしたが、ただまだ琉球ボールに変わります。さあ1分切りました。走ってる、動かしていって、ここでクーリー、ビッグマナー本当によく走ります。いやー、これ助かりますよね、これゲームが止まってない。で千葉の方は今ダンカンが3つです。うざい、うまく使いました、ショーター、中を使いました。これでまた10点差、45-35になっています。うわー、同じ、これまた同じことをやってきた、エンドワン。この後で、うわー、これ全く同じことを、これしかもファウルになってきたね。ストップ、田村中入れる、狙っていたフリッピー、カゴマアウトナンバー、千葉コー、フリッピー、外から田代のスリー、コーナースリーは来ない。どう走ってる、走ってきて、エドワーズ、今度は千葉だ、早かったですね、これ走ってましたね、ギャビン。さあ富樫スピード上げた、かわしていく、打っていきまして決めた、富樫勇樹。